吉田智、発見動画チャンネルの吉田智です。中央に見えますのはちょうどこの駅の前の広場にあります大きなクスノキです。こうした夜の時間でもくっきりとこの黒い緑の色が黒の形に見えております。もう周辺はちょうど通勤の帰りの時間で、電車が着くたびに大勢の人たちが通ってこられますが、この駅前、以前にお話をしましたが、駅前整備の時にこうした樹木をどうやって残していくかというのも大きな課題になると思います。この駅の成長とともにずっと守ってきた木ですので、長くこの駅とともに繁栄をしてもらいたいというふうに思う次第です。この夜の時間帯も全く静かな中でこの緑が黒さとして現れております。終わります。吉田智の発見動画チャンネルでした。